本堂下佐国分寺は千葉県市川市にある新言集という山派の寺院。三号は国母山。本尊は薬師如来。奈良時代に聖武天皇の御事のりにより日本各地に混流された国分寺のうち下佐国国分寺の後継寺院にあたる。本校では現寺院と共に、 創建当時の史跡である下佐国分寺屋と下佐国部アマデラートについても解説する。市川市北西部、河野台の南端に所在する。創建時の国分寺屋土地に重複して位置し、当時の宝刀を継承すると伝える。かつては、金三輪記と合していたという。研究年間、還元元年、文永年間には、下佐国分寺の事料を指すと見られる資料が、 残されている。しかしながら戦国時代の二度の河の大合戦や数度の火災によって詳細な文献は失われており、変遷は不明である。現本堂は昭和初年に岸田秀人の設計で旧近道跡と推定される場所に建てられたものである。国分寺跡の伽藍は現在の国分寺と重複する位置にあり、近道跡は現在の本堂の場所にあたる。近道と塔が 東西に並ぶ放流寺式が乱配置である。ただし、東は西に、近道、坑道は東に傾いており、同等の向きは一定ではない。一帯は、諏訪大遺跡や国府跡推定地が残り、古くから文化的中心地であった。当時、天寺とも変遷は明らかでないが、旧世紀代は充実している一方で十世紀代から衰退が見られ、大きな変容が認められる。 国分寺北東の市川市国部4丁目に所在する。1932年の発掘調査で、近道、坑道の基団が確認されるとともに、二字と書かれた土器が出土し、位置の確定に至った。なおそれ以前は、当地はかつて、昔、道と呼ばれ、国部掃除跡と,と考えられていた。発掘調査により寺の範囲を区画する溝が北、東、南で確認され、 北高は340メートル、東溝は303メートルに及び地域は不正な方形を成している。現在は市川市営の国分アマデラート公園として管理されている。北下が和と所在地交通アクセス周辺下宇佐、国分寺跡に関するカテゴリー、下宇佐国分アマデラートに関するカテゴリー。ありがとうございます。